こんにちは、北ゆりです。今回は広島個人的最強打線を紹介していくぞ。皆さんプロスピエイヤっておりますでしょうか。広島はライドラ多くて強い、そんな印象を持つ方もいらっしゃると思います。今回は広島最強打線を代打や守備固めを含め紹介していきます。それでは今日もよろしくお願いいたします。1番はキャッチャーで桜です。定番の1番バッターです。今年はミパ橋すべて76で登場しております。大守備での能力低下や合格剥奪などが心配される選手です。まだ手に入れていない方は選択契約書で獲得しちゃいましょう。2番はライトで前田です。前田はミント82、パワー76で登場しています。パワーの低さがネックですが、広島には少ない弾道アーティストの選手です。近年登場が多くなっているため今年の獲得を十分狙う価値はあります。3番はサードで江藤選手です。江藤選手は広島では珍しいアーティストの選手です。フルヒッターがあるもののアーティストは魅力的です。プルヒの特能を上げなければそこまでアウトコースの球は気にならなくなります。気になる方はプルヒを上げずに使うのも一つの手です。4番はファーストで新井選手です。新井選手はミット78、パワー83とパワーが非常に高い選手となります。広角打法を所持しているため非常に打ちやすいです。1セレブの登場のため今年はもう獲得は難しいですが、来年狙うのもありな選手です。5番はレフトで金本選手です。金本選手はミット81、パワー80で登場しております。阪神版と比べ能力が若干低めで骨格もないですが、広島レフトでは最強クラスとなります。特能にチャンスがあるため上位打線を出塁させてチャンスで打席を迎えたい選手ですね。6番はセンターで山本です。山本はミート83、パワー85の川久会最強クラスの能力です。それに加え広角打法を所持しているため川比が気にならないくらい強力です。アーチやアイドラを上位に置く関係で6番打者となりました。7番は DH 山田です。丸の守備も素晴らしいですが、裏捨てを含めて考えると山本がセンターとなります。構えが打ちやすく非常にミートしやすい選手です。 TS の森選手はどこ登場しているため排出されたら獲得していきましょう。8番はショートで背泳ぎです。そこに代打堂林を送り込みます。堂林は今シーズンかなり強い能力で出ています。特能も合格に加えチャンス持ちといわゆる北寄りが考える最強特殊能力となっております。選択で取るのも稲選手です。守備固めには野村を入れます。9番はセカンドで菊池です。そこに代打鈴木を送り込みます。鈴木はミカ82とパーク最強クラスの能力です。高能力ライドラやアーチがどうしても少ないため選出しました。ただミカの高さはトップクラスなのでコアヒを恐れず打ち込んでいきましょう。守備固めには東で置いてみます。いかがでしたでしょうか。広島純正ミニ以外でも気になる選手がいたら獲得を目指していきましょう。この動画が役に立ったという方はぜひチャンネル登録をお願いいたします。それではまたね。ご視聴ありがとうございました。今後も様々な動画を配信していくので、ぜひチャンネル登録お願いします。では、次回の動画でお会いしましょう。